運命が訪れた。我々の負けだ。お前が近づいているのはただの影だ。レムラントは侵略者の襲撃で崩壊している。これが我らのデイドラ公の意志なのかもしれん。お前はバルミーナの召使いドリームカバーを知っているか。話している間にも奴らは我々の要塞セノタフを破壊している。我々はレムナント、ハルメアスモラの剣だった。彼はその意志の一部に我々を染め、領域を守らせた。この契約は永遠に有効なはずだったのだ。今やその贈り物はドリームカーバーに奪われるかもしれない。契約はクラッツという場に保管されている。もしドリームカーバーがそこに入れば、我々への贈り物は盗まれるだろう。上妙の者よ、侵入者にその力を渡すわけにはいかない。セノタフから撃退するのを手伝ってくれ。報酬は払おう。セノタフは北にある。外にはレムナントの生存者がいると思われるが、もう我々に彼らの思考は聞こえてこない。ティスを探すのだ。注意を怠るな。ドリームカバーは肉体を切り裂くより先に精神を攻撃してくる。アポクリファに歩み入る者は誰でも我々を知っている時代があった。我々は秘密を盗もうとする盗賊を探し、この領域を巡回していた。一時は上妙の世界にまで勢力を伸ばし、そこで守る価値のある知恵を集めたものだ。我々はかつて比類なき勢力だったのだよ。いい質問だ。理由は判然とせぬが、我々の力はドリームカーバーの攻撃の前より衰えていた。今は精神の声を聞ける者がほとんどおらぬ。レムナントの間をつなぐ者が沈黙するようになったのだ。セノタフの外にいるキスのところへ着いたら、なぜこうなったのか聞くといい。大したことは知らぬよ。ドリームカーバーは我々の不意をついた。奴らは音を立てず、時の声を上げることもなければ、盾のぶつかる音もなかった。残されたのは、我々が倒される際に味わった鋭い敗北感だけだ。退却し、付近に結集せよと呼び声があった。我々は逃げるのをやめなかった。アポクリファに歩み入る者は誰でも我々を知っている時代があった。
何の役に立つか知ってるか。未開の者、そのうちわかる。手を貸して。何もない、何も。静かすぎる。ここはどこなんだ。こんにちは。あなたが来た理由は分かっている。ジギを得た助力に感謝したい。状況は悪化している。まだ立っているのはごく少数だし、生き残っている者たちの声ももう聞こえない。ドリームカーバーをクラッツに到達させるわけにはいかないのに、弱った我々では奴らを止められないけれど、あなたが現れるのは予想していなかった。ドリームカーバーが砦に群がっている。もうダメだ。この契約が存在する限り、レムナントも存在し続ける。死した組織に固執するな。運命を受け入れろ。この情妙の者が運命を変える。ここで苦しむ者の世話をしてほしい。ドリームカーバーがセノタフの広間をうろついてクラッツに入る道を探している。まずは要塞の防衛機能を復元しよう。洞窟を通って北に入れる。我々はこの野営地を確保してから中で合流する。ドリームカーバーの侵略は我らがクランが弱体化した証拠だ。故郷も守れない我々がグレートアイのお役に立てるはずがない。レムナントは解体の危機にある。再生を試みるか、全面的に解散するべきか。我々の力は分散し衰えたが、まだ小さな光を放っている。レムナントは全てを見る目の剣であり盾だ。オブリビオンにこれ以上の名誉は存在しない。ハルメアス・モラと我々の契約はまだ続いている。守らなければならない。対応に困る質問だな。我々はレムナントだと言っただろう。話を聞いていなかったのか。なるほど、これで問題が明確になった。レムナントとは全体なんだ。我々の精神は連結され、経験は共有されている。情妙の者のようにこう区別しない。そちらが言うところの我々という言葉が最も適切な表現だ。あなたの指はあなたの手の一部ではないか。そしてあなたの手はあなたの体の一部だろ。足も同じ。すべてあなたなんだ。我々も同じこと。レムナントは体。それぞれの部位を個別のものと考えようとすれば、我々の本性を見誤る。役立ちそうだ。大事にしとけ。
貯めておくのか？いい考えだ。ここなら見られない。計画を立てよう。この洞窟はセノタフの仮想で曲がりくねっているんだ。我々の防備の多くはここを起点に要塞周へ広がっている。ドリームカーバーは侵入した時に結界を無効にした。それを復元しなければ。結界はここから北にある。設置には我々の協力も必要だ。あなたが引き金を押さえている間、我々がそこに力を注ぐ。設置されたら、結界はドリームカーバーの大半をセノタフから追放するだろう。調査中にドリームカーバーと出会うかもしれない。そうしたらためらわずに始末して。奴らは時間が経てばオブリビオンで再生する。あなたたちはしない。トンネルを抜けて北に行こう。結界を見つけたら知らせる。盗賊が中へ入る道を見つけた時のための対策だ。我々はここにハルメアス・モラの大切な秘密を数多く隠している。起動するとあの力はセノタフ全体を覆うが、それには少し時間がかかる。ドリームカーバーの呪文が思考に穴を開けた。まるで抹消されたかのように。
わざの力の濃度だ。重点を撃ち立て。見払え。大丈夫か。さあ、わざの力の濃度だ。重点を手伝って。さあ、罠の力の濃度だ。重点を手伝え。侵入者は驚くだろうな。この力の濃度に充填できる。こいつはもらった。力の濃度だ。充填しよう。出口はこれでよし。次の手順を話そう。罠を起動したからセノタフ内の移動はずっと楽になるはずだ。ほとんどの侵入者は苦もなく片付けてくれる。とはいえ全員ではない。奴らがレムナントの契約にどれだけ近づいているか見極めないと。中庭に向かおう。ドリームカーバーがクラッツを突破するつもりなら、あそこに行くしかない。東の通路を行けば、バルコニーに行ける。そこで奴らがどこまで来ているか確認できる。フォーカスを破壊して。
しれない。手がかりを探して。石ごとに要望のサンプルが揃った。これが道を開く。あれが儀式の核、彼女のエキスだ。儀式の媒体のかけらだ。きっと情報を得られる。孤独だ。誰の声も聞こえない。静かすぎる。やめろ。頼む。連れ戻してくれ。我々は孤立に耐えられない。ドリームカーバーの魔術が精神を荒らし回っているのだ。我々の秘密を求め、中に入ろうとしている。レムナントは全体で機能しているのに、なぜ孤立させる？あの獣、ウクスナス。彼女が侵入者を率いている。評判は聞いた。残忍で短気。力ずくでセノタフを占拠するのも無理はない。自身の要望を儀式の燃料にするのには、大きな危険を伴う。クラッツの壁を破壊することはできない。我々は鍵をレムナントの精神網に連結させた。無傷で入れるのは我々だけだ。ウクスナスの儀式はレムナントの精神を吸収する。そして彼女はレムナントの精神の力を自分のエキスと混ぜ合わせる。つまり彼女はクラッツへの鍵を作ったんだ。彼女が自分の要望に十分なレムナントの精神を合わせたら我々の姿になる。そうなればクラッツが開かれ、契約が開示されてしまう。誓いを探そう。他の儀式のフォーカスを探して破壊する。覚悟しておいて。ドリームカバーがそこら中をうろついている。要塞を選んだのは我々じゃない。最も必要とする時点で要塞が来たんだ。かつては訓練や議論の声が広間に響き渡っていた。人数が減るにつれセノタフは静かになっていった。もう精神のつながりの中に存在を感じない。ドリームカーバーは我々を隔離する方法を学んだんだ。我々を我々自身から断ち切った。それが我々の正気を失わせるようだ。上がりだな。別の儀式のフォーカスだ。こうして。これで儀式の効果が弱まる。
我々とモラ教との契約は神聖なものだ。クラッツに決して入らせぬものか。いたいた、ネズミが問題を起こそうと走り回ってるわ。努力は認めるけど、必要なものはもう手に入れたの。残念ね。早く計画を。そんな、あれだけやったのに手遅れなんて。奴らはクラッツに入った。ハルメアス・モラ教と我々の契約に接触できる。レムナントは本当に終わるかもしれない。おそらく、とてつもなく長い間、誰も入っていないんだ。レムナントはクラッツへの鍵を持っているが、必要になったことは一度もない。今この時までは。最初のレムナントの日記が必要だ。日記を見れば、扉を開くためサークルに配置すべき異物がわかる。もう時間がない。今すぐ行かないと。中の異物を探して。最初のレムナントの知恵が記された日記だ。あの望遠鏡は虚無を除いて新たな領域を探せる。あの鍵そのものが錠で、また別の鍵が開かれるんだ。次は儀式の代価だ。
さあ、次の手順を教えよう。指定する場所に異物を置いて、それが終われば異物を通じて我々の力が流れる。急いで、我々の力が衰えているのを感じる。集めた異物を使うんだ。異物を配置すれば我々の力が異物同士を結びつける。異物はレムナントの精神網の残された部分に連結され、その結果現れる網の目がクラッツを開く。他の扉を開けるのと同じだ。あなたが通るのに何の問題もない。とはいえ、一旦中に入ったら扉は背後で閉ざさなければならない。でないとドリームカーバーの大群が入ってくる。異物を扉を固く閉ざす鍵をここに作れ。我々に希望を見せよ。古代の英知に我々をつなげ。道を開けた。クラッツに入ろう、異界の者。静かになった。レムナント、ここには何もないじゃない。騙したの？ただでは済ませないわよ。ついてきて、考えよう。それはどういう意味だ？我々を導いて。我々が記憶する限り、レムナントは直接ハルメアス・モラに仕えていると信じていた。彼とのつながりに駆り立てられて、我々は彼の意志を守った。なのに、すべて嘘だった。契約はなかった。朽ちた書物と砕かれた次元だけだ。むしろ、我々の力はどこから来ているのか、それがわからない。今は決断しなければならない。この発見をレムナントに話すか。そうすれば我々は確実に滅びる。あるいはこの勝利を利用してクランを再生させるか。そうすればアポクリファにまだ我々の守りが必要だと示せる。そうだな。目的が外からのものである必要はない。自分たちでもう一度見つければいいんだ。他の者たちも知識を集めたいという欲望から加入してくれるかもしれない。別の誰かに仕えるためではなく、これまで以上に自分たちの役割を確信している。クランで集まって優先順位について議論するつもりだ。レムナントのセノタフは再びハルメアス・モラの剣と盾になる。
あなたの協力がなければ再建の機会を得ることもなかった。レムナントは再び立ち上がって永遠に続くだろう。あなたのおかげで。結果は予期せぬものだった。それでもあなたのしてくれたことは報酬に値する。感謝しよう。次に起きることは謎に包まれている。他の誰かが前に進む方法を思いつくのかもしれない。それまではあなたに感謝を捧げよう。異界の者よ、またいつか共に戦えるよう祈っている。再建する。我々は崩壊したように見えるが、再建して前より強くなれるかもしれない。さらに強固な土台を築く。我々はまだハルメアス・モラに仕える意志を持っている。任務にはまだ価値がある。我々は献身の意欲を取り戻した。彼らは現れ、傷ついていない。我々の運命はどうなる？我々がしたことを見るんだ。セノタフは健在だ。レムナントはまた強くなれる。これがその証拠だ。贈り物は取り戻され、自分の考えが戻ってきた。レムナントはまだ役に立てそうだ。目の前にある事実が全てだ。ドリームカーバーに打ちのめされたレムナントが今立ち上がる。モラ教は我々に試練をお与えになった。我々の運命を知るのはモラ教だけであり、我々が探るべきではなかった。我々の仕事は使え、信じることだったのだ。旅の途中で解読者か奇妙なグリモアを見ていないか。コレクションから失われた書があって、解読者も行方不明なんだ。どこかで見つけたら連れてきてくれると嬉しい。トラクサルトが死んだ？それは残念だ。有望な解読者だったのに、有意義な対話ができるだろうと楽しみにしていたんだが。アポクリファは常妙の者には危険な場所だ。彼女が何に巻き込まれたのかわかるか？ああ、これは神秘のグリモアの第一巻だ。コレクションからなくなっていたんだ。禁じられた知識を記した危険な本でね。常妙の者が読めば精神が破壊される。引き取らせてもらうよ。これは厄介だな。トラクサルトは神秘のグリモアに余計なことをしたようだ。調べないと。本を持ち帰ってくれて感謝するよ。解読者トラクサルトがどうなったかを教えてくれたことにも。手間賃だ、受け取ってくれ。奇妙な話だな。 A という存在はなぜ頼まれた仕事をこなした解読者を殺した？一緒に本を読むという約束の裏に何がある？今はわからないか。君が行く先で他にも死んだ解読者や本を見かけたら、ぜひ教えてほしい。そうだな。わからないという言い方が正確だな。いいかい？神秘のグリモアを読み、精神を保って生き延びた常妙の者はいないんだ。この本をよく知るデイドラによると、変化や不死に関係する本だって話だ。私たちに確かめる術はないけどね。解読者たちが死んだからさ。君が見つけたメモには、誰かが同僚を利用しグリモアを入手したとある。つまり協力した解読者は犯人に殺されたということだ。謎を解かなければみんなが危険なんだよ。うん、私もそう思っているよ。この解読者たちにはつながりがある、共通点がね。でも私にはわからない。
どの行方不明者について知りたいんだ？トラクサルトか。ちょっと変わったアルゴニアンの学者だった。自由なやつでね。歌や芸術、手工芸など様々な知識を重んじていて、何かを知りたい時には本を調べるよりも誰かに教えを求めていたな。かもな。トラクサルトは時折支持する相手と妙な取引をして怪しげな存在と接触していた。知識には対価が伴うっていうのに、特にここアポクリファではね。他に質問は？あるかもしれないな。そのモノグラムを使いそうなものに心当たりがある。浄妙のものとデイドラに。秘密裏に少し調べないと。質問の内容と聞く相手を間違えれば私も巻き込まれかねない。